いや、バトン受け取りましたよ、諸橋さん、見てください、このお肉、そしてこの音、聞こえますかね、いや、本当にこのお肉を見て、この音を聞くために、私、ここに来たと言っても過言ではありません。さあ、今日来たのは、昨日から新潟伊勢丹にて開催されています、新潟一番グルメフェスティバルに来ております。なんと今年は10回目を迎えたということで、テニーのお祭り番長大島がこのフェスティバルの様子を皆さんにお伝えしていきます。名乗り放題なんです、今日は。さあ、そしてまずお伝えするのが宮城県牛タンは利休なんです。こちらご覧ください。まずおすすめは牛タンなんですけれども、今こちら映っているのが牛タン贅沢弁当でして、この厚さが違う2種類の牛タンが乗っています。この薄い牛タンが好きな方も、厚い牛タンが好きな方も、いやいや私は厚いのも薄いのも一緒に食べたいという方にとってもこのお弁当は本当にたまらないんですね。さあ、そして実は先日私もこの牛タン弁当を食べたんですけれども、本当にジューシーで噛めば噛むほどうまみを感じられる、そんなお弁当になっていました。さあ、そしてお次はですね、静岡県行ってみましょう、浜名湖うなぎ、うなぎの刺身トトイチです。さあ、こちら今映っているのが幻の味と言われていますうなぎの刺身なんです。いや、本当に珍しいお刺身ですから、今日も本当に多くのお客さんがこの幻の味を求めてこちらに足を運んでいました。ただ今日スタジオ試食していただくのは、なんと映ったでしょうか、こちらなんです。うな重なんですよ。これも美味しそう。本当に身がふっくらしているのが見て伝わりますよね。ということでこちらは堀さん、ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。私、都々市さんのね、お刺身はいただきましたけど、まあ最高な味でございましたが、このね、やはり食べてみたかったんですよ。うな重を。では、2切れいきますよ、いっぺんね。ああ、贅沢な食べ方ですね。どうぞ。浜名湖のうなぎは皮が薄いのが特徴で身がふっくらしているということなんですけれども、堀さんいかがですか？全部私が言いたいこと言っちゃったね今。すいません。本当。やっぱり浜名湖のうなぎは違いますね。はい。本当箸が止まりませんね。そうなんですよ。お刺身も美味しいし、うな重も美味しい。これが浜名湖産のうなぎなんです。さあ、どんどんいきますよ。続いては日本料理の後はイタリアン。皆さんね、大好きイタリアンですよ。さあ、このようにこちらのお店カレラジョイアではたくさんのイタリア家庭料理を今旬の食材で作っているということで、まさにこのお店でもう大人気のラザニアを作っている最中ですよ。美味しそう。そうなんですよ。こちらはですね、イタリア産 100% のモッツァレラチーズとミートソースには牛肉を 100% 使用していて、ラザニアといえば何層にもなっているパスタ。こちらでは生パスタを使用しているということなんです。チーズたっぷりなんですよ。本当に一つ一つ丁寧にね。で、本当に多くのこのオーブンで出来たてのものがあるんですけれども、私の手元にも用意しましたラザニア、ちょっと食べることはできないんですけれども、先ほど諸橋さんもおっしゃっていましたチーズがどれだけとろけるのかっていうのをお見せします。これ見てください。本当に伸びるし、いい香りがするんですよ。食べられないのに食べられない。食べたいのに食べられない。買って帰ってきてください。はい、買って帰りますよ。あと皆さんの美味しそうなリポートも楽しみにしております。さあ、そして続いてはですね、失礼しました。まだありますよ。こちらのお店、スタジオ試食していただくのがこちら。私今忘れられたかと思ったわ。いや、忘れてないです。帰ってこれなくなっちゃうよ。鴨胸肉のローストなんですよ。で、こちらをですね、諸橋さんにガブリと言っていただきましょう。待ってました。いただきます。さあ、こちらの鴨胸肉はですね、フォアグラを作るために育てられた鴨を使っているので、また普通の鴨とは違う味がするということなんですけれども、いかがでしょうか。香りがあるお肉ですごく旨味も強いし、でね、噛むと肉汁がふわっとこう口の中に広がって。これ美味しいですよ。ありがとう、食べさせてくれて。いや、とんでもないです。味を大島君に言われなくてよかったよ。本当にここまでね、言おうと思ってましたけれども、ぐっと抑えました。ささあ、まだまだ続きますよ、はい、お隣はですね、愛知県です。愛知といえば天むす地雷屋です。ああ、地雷屋さん、はい、まさにこう炊きたてのご飯に一つ一つこのエビの揚げたものが詰められていきます。これね、わかりますかね、一つ一つかなり小さくてですね、5つで1セットで販売しています。で、これ5つで1セットで、お茶碗1膳分ということで、こちら用意したんですけれども、本当にこれ食べやすいサイズなんですよ。本当に。見てください、これ、エビもプリプリ先ほどいただいたんですけれども、こちらも非常に美味しかったんですよ。そうなんですよね。さあ、続いてご紹介するのがこちらは、続いては大阪府です。こちらは初出店のお店なんですね。サバ寿司専門店サバ屋。あ、今まさにこのサバ寿司が作られている最中なんですよ。これ分かりますか、このサバの分厚さで、今この手で一つ一つ丁寧に作っているんですけれども、もっとこの分厚さが分かりやすいのがこちら、見てください。これ私初めて見たんですけれども、本当にこのサバとご飯の比率がもう1対1ですよね。本当ですね。もうこれ本当に昆布で締められていて、サバの本来の旨味が一番出る状態で今提供しているということで、こちらはお腹を空かした大谷さんに食べていただきます。大谷さん、どうぞ。いただきます。よいしょ。これ滑っちゃうかな、大丈夫かな。お、美味しいよね。いかがですか、大谷さん。もう大きいから頬張っちゃって。そうなんですよ。脂が乗ってる。脂が乗ってて、で酢飯のさっぱりしたのと本当によく合うんですよね。美味しいです。もうこれ今日実は私が昼過ぎに来た時には、こちらの店舗にはサバが全部売り切れていて、もうこの店主の方が一つ一つもう本当に休む暇なく作っているんですよ。まあもうそれだけもうにぎわっています新潟伊勢丹。さあ続いてご紹介するのが、さあ続いては北上しましょう、秋田県です。秋田県から焼肉風磨。さあこちらの秋田牛見てください。もうサシがもうたくさん入っていて、この秋田牛はですね、広大な秋田の土地で育って、かつなんと餌にお米を与えているということで、もう脂もとろけるし柔らかいしということで、もうこのお肉も間違いないですよね。サシが綺麗ですよね。本当に綺麗なサシが入っているんですよ。そしてこちらではカルビすき焼き風弁当だったり、桃すき焼き風弁当だったり、肩ロースすき焼き弁当だったりあるんですけれども、この中でも私が本当におすすめ、サーロインステーキ弁当を諸橋さんに、お肉好きという諸橋さん用意しました。ありがとうございます。ぜひ食べてください。サーロインいただきます。ほら、一瞬で表情が変わりました。いかがですか。柔らかいお肉の旨味と脂の甘みが一度に口の中に広がりました。これお弁当、ご飯と一緒にいただいたら美味しいよ。大島君、ありがとう。いや本当にね、私目の前にあるんですよ。もうわずかもう10センチの距離に美味しい食べ物、全国の本当で食べられないのがね、本当にね。なんていうんですかね、こうじらされてる感じ。ちょっともう諸橋さん、帰ったら焼肉連れてってくださいね。おねだりしてるよ。はい、おねだりですよ。グルフェスで美味しいもの買ってきましょう。あ、そうしますね。グルフェスで美味しいもの買ってきます。はい。